今は介護事務の資格取得に向けて頑張っています。学校で介護事務という科目の授業を行い、興味を持ち個人的に試験を受けることにしました。また学校で行う国家試験の模試の結果をもとに、自分の苦手な問題を理解し、苦手分野を克服できるように勉強しています。次回の模試は国家試験前最後の模試のため、自分の結果をより細かく見直して合格につなげていけるように頑張っています。高校生の時、進路に悩んでいる中、先生に勧められ復帰のオープンキャンパスに参加しました。その時に、介護は直接ありがとうと言ってもらえる、人の人生の最後のステージに寄り添える職業というお話を聞いて、介護福祉士になること、早期に入学することを決めました。私は A4 入試で受験をしました。400字以内での作文を提出しますが、自分の思いをうまく文面にすることが難しく苦労しました。ですが、高校の先生に何度も添削をしてもらったことで、納得のいく内容を書くことができました。将来は障害者の方でも高齢者の方でも一人一人に寄り添える介護福祉士になりたいです。私は現在、障害者の方の支援施設でアルバイトをしています。介護と聞くと高齢者の方を想像する方が多いかと思いますが、実は高齢者だけでなく障害を持った方を支えることもあります。アルバイトで障害を持った方を施設で介助していますが、将来速記やアルバイトで学んだことを活かしたいと思います。速記はとても雰囲気が良く、先輩方や先生方が優しく楽しくいろいろなお話をしてくれます。在校型オープンキャンパスでは私たち在校生とお話ができるので、進路のことで聞きたいことがあったらぜひ話してください。学校に来たからこそ分かる学校の良さや雰囲気があるので、ぜひお越しください。お待ちしております。